It's time for the first ever 2007 Fields K-1 Heavyweight World Championship, consisting of three-minute rounds under K-1 rules. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing red with white, he holds a professional record of 23 wins, with 11 wins by way of knockout, 12 losses, and one no contest. He stands 178 centimeters tall, weighing in 97.1 kilos, 215 pounds. Fighting out of Japan, he is the K-1 World Grand Prix 2006 in Seoul champion, Yusuke! Wearing black, he holds a professional record of 60 wins, with 49 wins by way of knockout, 5 losses, and 1 draw. He stands 197 centimeters tall, weighing in 96.8 kilos, 215 pounds. Fighting out of Morocco, Badir Hari! わずか K-1 デビュー7戦目での王者なるか、バダハリ。今宵 K-1 の歴史に新たなる1ページが刻まれます。パワーとスピードの臨界点、100キロ以下のファイターのための新たなる栄冠です。 K-1 ヘビー級の初代王者をかけて、モロッコバダハリ、そして遅れて前に立った日本の藤本、初の栄冠をこの両者によって争われます。K-1 ヘビー級初代王者決定戦、3分3ラウンドが始まりました。日本の藤本雄介、日本人としてヘビー級の頂点に果たして立てるか。左のジャブ、右のロー、バダハリです。モロッコ、藤本選手にとっては大きなチャンスですけどね。まずはローキック、そしてハイキック、ちょっと距離遠いですね。そうですね、トルとバダハリバダハリですよね。ちょっと距離が遠いというマサトさんのコメントのあった直後、まずはダウンを奪われた日本の藤本です。行こうとしたタイミング、出番をくじくられましたよね、はい、今それほど強いパンチではなかったんですが、この距離で入っちゃダメですね、左のフック、藤本左のハイ、これをかわした。今行かないと、打った後、入りたい藤本です。スピードがあるんですね。そうですよね、今スピードというね、谷川さんのコメントありましたが、マサトさん、このバダハリは本当スピードありますよね。スピードありますね、右藤本の右ボディ、藤本が前に出る、右のフック、左のハイキック、一発、さあ立てるか、立てない、立てない、第一ラウンド秒殺です。第一ラウンド秒殺、初代王者の誕生です。左ハイキック一閃、完全失神ノックアウト、なんかスター誕生って感じですね。本当ですね実はこの K-1 のチャンピオンの歴史というのは、スーパーヘビー級ワールドグランプリで頂点に立ったピーター・アースが24歳と7ヶ月という最年少記録があるんですが、バダハリは現在22歳と4ヶ月 K-1 ヘビー級史上最年少王者の誕生、デビューわずか7戦目、笑顔に変わったバダハリ。いやー、のりかさん、はい、やるやるとは思ってましたが、やってくれましたね、ここハワイで。いや、何かね、のりかさん、最近あのバッドボーイと言われていたバダハリからそういう悪が抜けてね、はい、何かこう王者にふさわしい風格というか、そんなのが出てきたようにも見てましたが。そうなんですよね、インタビューしていても、本当に落ち着いて物静かに一個一個答えてくれる、はい、本当は礼儀正しいんだなと思いましたね。本当そうなんですよね、はい、生まれ変わったこのバダハリ、最初のダウンは左のストレート、そしてこれがフィニッシュブロー、左のハイキック、完璧に捉えました。マサトさん、この
左の入り、ちょっとこう後傾姿勢でしたけれども、ね、まあでも、もうやっぱり距離が全部バザリ選手の距離でしたね。あ、そうですか。であれなんですよね、これが格闘技なんですよ。悪かった青年が本当に格闘技を通じてね、強くなってきて優しい人間になれるんですよ。これをやっぱりこういうものだっていうことをもっとね、世間の人に分かってもらいたいんですよ。なるほどね。ハワイの地でカクテル光線を浴びたバッドボーイが今完全なるゴールデンボーイに変わりました。新チャンピオンの誕生です。モロッコマナハリ、オランダのムエタイチャンピオンがモロッコに国籍を変え、そして K-1 ヘビー級の頂点に輝いて今嬉しそうにウィンクをしました東原亜希さん。はい、何かこう表情も変わってきましたね。いや本当そうなんですよね。取材しててもね、大人にね、大人の対応をするんですよね。やっぱ自信の表れだったんですかね。まさに自信と力を身につけたニューヒーロー、ハワイの地で誕生しました。 K-1 ヘビー級のベルトしっかりとこれから腰に巻かれることでしょう。いい笑顔ですね。本当そうです ね、 ね、少年みたいですね。マサトさん、はい、本当にニューヒーロー、いや、やっぱりね、あの強い人間は優しいんですよ。本当に心こもってますね、なんだか。いや今ね、私たちのこの放送席にもそういう人間が一人座ってますよ。座ってますね。だからマサトさんもあんまり一人の女性にばっかり優しくない。いっぱいファンがいますから。長坂さん、今しっかりとゴールデンボーイの腰に金色のベルト、そしてこの勝ち名乗り、堂々としたガッツポーズです。 K-1 ヘビー級初代王者はモロッコバダハリ、素晴らしいチャンピオンの誕生です。日本の藤本も頑張りましたが、やはりこのバダハリには及びませんでした。新チャンピオン、そしてまだまだ何か勝ちそうなヘビー級のチャンピオン、バダハリの誕生。ハワイの夜に素晴らしいベルトが輝きました。まさにナンバー